キチャンネル。じゃさあということでね、日本シリーズ第5戦ヤクルト対オリックス、ただいま終わりました。あのフジテレビさんの YouTube の方でですね、裏解説、杉原アナウンサーとですね、解説させていただきまして、今終わってですね、これからプロ野球ニュースに出ますけども、その間の時間で撮っておりますということでね、皆さん今終わりたてほやほやですね。まさかまさかの逆転逆転の繰り返しで、どうなるのか今日の試合といったところを、最後ジョーンズが、4億円の代打ジョーンズが、なんと決勝打のホームランを9回表にマックガフが打って、6対5でオリックスが2勝目ということで、ヤクルトの日本一をまだ決めさせないっていうね、あの第6戦7戦のホットモット神戸に持ち込むっていうね、戦いでしたけども、今日の試合ね、最初から振り返っていきましょうね。ということで、今日の先発、オリックス山崎福也、そしてヤクルト原樹里というところでね、名前にね上がってた通りの、予想通りのね、先発2人だったかなと。原樹里はね、クライマックスシリーズね、この腕にね、打球が当たって、この日本シリーズの登板、どうなるのかなってね、密かに個人的には思ってましたけども、しっかりとしたピッチングできたんじゃないですかね。5回3分の2、89、6安打、1三振、無四球にして、この無四球っていうところがね、非常に良かったかなと思います。2失点だから、それはもう仕方ないよね。で、山崎幸也もね、5回3分の2、77球、5安打、5三振、2四球、2失点と、こちらも2失点というところでね、この日本シリーズって大舞台考えれば、2人ともね、最低限のピッチングはできたんじゃないのかなと思います。で、試合展開からね、始めていくと、初回ね、両投手先発立ち上がり、1回の表、オリックスの攻撃、原樹里ね、福田サードゴロ、宗詰まりながらね、ファーストゴロ、利用したファーストゴロとね、完璧な立ち上がり。で、山崎幸也もね、先頭勝負にセカンド内野安打打たれるものの、ね、青木山田、そして村上とね、しっかり抑えて、先制点を与えずね、ランナースコアリングポジションに進めましたけど、二人ともピッチャーね、いい形の、立ち上がりしたかな、というところでね、2回裏、先制点が入るわけだけども、結局ね、このオリックス、勝ったからいいけども、このね、第6戦以降もやっぱ気にしなきゃいけないのは、フォアボールからの失点。これね、毎回里崎チャンネルで言ってるけども、このね、日本シリーズ、特にオリックスはこのフォアボールがかなりの高い確率で失点に絡みすぎてるっていうね。出すのも仕方ないんだけどね。でもそこはやっぱりね、最新の注意を払って、行かなきゃいけないかなと。この2回もね、先頭サンタのフォアボール。これはね、昨日も打たれてるから、ちょっとね、インコースも使いながら、でもそこインコースストライク投げれないね。だから攻めようっていう気持ちはわかるけど、これストライク投げないって意味ないんだよね。で、結果なんかもう攻めあぐねて、フォアボール。で、中村がレフト前。で、しかもサンタナの三塁への走塁グッズ。非常に素晴らしい。こういったところがね、村上の走塁もそうだけど、外国人選手もしっかりとした走塁をね、必死でやることがね、やっぱ今年のね、ヤクルトが、リーグ優勝、できたことの一番要因ね、ここでもしっかり見せたかなと。で、ノーアウト一三塁になって、このオスナね、ここからポンポンポンって行かれたオリックスもきついぞ、流れ的にっていうところで、ダブルプレーでね、1点は取られたけども、このダブルプレーでしのげたっていうのも、山崎福也、よく頑張ったね。そういったところでは、この1失点っていうのは、状況的に考えたらもう御の字だね。オリックスとしては。で、3回、お互いね、三者凡退で抑えて、これまた引き締まった展開でいくのかなっていうところで、4回の表、ね、先頭福田がライト前。で、宗の時に盗塁でアウト。これね、スタート遅い。ね、昨日のチャンネルで言ったけど、もうちょっと動いた方がいいよっていうね、動いたんだけども、スタート遅い。初球から走って、あのスタートは走っちゃダメ。あそこ止まんないとね、中村もワンパンになって、なってるのに余裕でアウトだからね。あそこはちょっと、思い切っていったのはいいけど、もうちょっとね、このスタートっていうところをね、気にして、止まる勇気もね、欲しかったかなと。で、宗がね、レフトフライ打ってツーアウト。これちょっとまた流れ悪くなるなーっていうところで、吉田がね、ライトでツーベース。そして杉本がタイムリーで、吉田が必死に走ってね、本塁セーフっていうところで、吉田がね、ちょっとこのハムの肉離れで一回抹消されてたんでね、そこもちょっと気になってたことはあるけども、しっかりとね、した走塁。で、スライディングも足からだけど、ああいうってね、足みたいに足から行くんだったら足をまっすぐ伸ばして一直線でホームベースっていうね、手で行かないで、あのスライディングもグッズ。非常にいいスライディングだったかなと。で、ここで追いついて、まだまだこれちょっとわかんないねっていうところで、4回のね、裏、先頭ね、村上、左中間へホームラン。
ストレート2エンド2から若干甘めに入ったけど、でもまあバッテリーもね、まあ反対方向にホームランあの状況で、まあ攻められないね。これはもう打った村上を褒めるしかない。でもここで1点取ることによってやっぱヤクルトはオリックスにこの勝ち越させないんだよね。しっかり同点までには行くけども、そこ勝ち越さないでこの取られたらすぐ行くっていうこの流れの良さ、もう序盤はもう完璧ヤクルトペースよ、いい形でね。でそういったところで、まあ、5回ね、あの初スタメン日本シリーズね、太田がヒットを打つも、まあ、山崎幸はねこう打席に立つ。まあね、さすがに帰れないよねここは。まあ、代打ね出てたけど、やっぱりこの5回表で帰ったらまた昨日みたいな同じ展開になるから、やっぱ今日の試合っていうのは、まあ、そのね、フジテレビの YouTube でも言ったけども、オリックスとしては序盤先制して先発長いイニング投げさせてリリーフに直結っていうね形を取りたいっていうところを言ったんだけど、やっぱここはね帰れない。しかも2アウトだったからもうそのまま打席に立って、まあ山崎アウトで、5回裏ね、その山崎たちは西浦、原樹里、ね、塩見をね三者凡退三振フラスをねしっかり抑えて、まあ終盤戦に突入していくわけだけども、まだやっぱり流れはねヤクルトにあるよね。で6回2アウトから今日はクリーンナップ頑張ったね。吉田正尚がオスナの悪送球で出て、で杉本がレフト前ヒットで繋いで T 岡田、ここでねピッチャー交代田口ね、田口その前ね吉田正尚にスライダーレフト前に勝ち越しのね1位になるタイムリー打たれてるだけに、今日どうなるのかってね、いうところで T 岡田、まあね今回ねこの試合ね日本シリーズ前に、裏キーマンヤクルトはね中村、そしてねオリックスは T 岡田なのに、もやばっかり出て T 出した方がいいよってね言い続けた中で、ここで T が打てるかどうかで日本シリーズ流れ大きく変わるねって見てたけども、ワンボールワンストライクからツーシームがインコース真ん中目に入って、それをね見逃さずライト前タイムリーヒット、ここででもね問題点ね。でファーストランナーの杉本も三塁行きました。で T でセカンドランナーの吉田ホーム帰ってきました。タイミングね分かるよ、ホームをおとりになって自分がアウトになって1点取るね、同点に追いつく分かるけども、まあ状況的に難しかったかどうか分かんないけど、俺がしてほしかったのはホームの吉田正尚完全にセーフだったから、あそこはストップで1、3塁で次のバッターにさらにこの流れをいって一気に逆転するっていう形を取ってほしかったなって、正直あのタイミング見たら思うよね。あの全然ホームセーフだったからね、だからオスナが取ってそのままのランナープレーになったから、で最後ね、まあ、杉本が突っ込んできてホームアウトになって、これアウトになり方は非常に良かったよね。ああいうランナープレーになったらあっちでアウトになるよりもホームでねアウトになる、万が一何か起きた時にね1点入る可能性あるんで、あの杉本の走塁のアウトになり方は良かったけども、ホームに行った吉田のタイミング完璧セーフだっただけに、まあ、おとりの気持ちも分かるけど、俺はあそこストップで良かったかなと、ね、でまあここで同点で終わって、どっち行くのかなっていうところでね、ピッチャー、7回から田口に代わって石山が出てきてね、紅林がレフト前ヒット打って、おろいいね、で伏見がバントで、ここで吉田亮がスライダー引っ張らないでしっかりバット内から出してセカンドの頭の上右中間超えるタイムリースリーベースで勝ち越し、やっと勝ち越しね、ここが非常に大事。このね勝ち越したっていうね、これまで勝ち越しできなかったからね、この東京ドームに来てからね、ここでしっかり勝ち越して、でそのままランナー三塁残って代打もやね、ここで詰まりながらポテンヒットで4点目取る、これは流れが来てるよね、オリックスに完璧にって思って、もうこれでいくのかなっていうね。でしかも8回ね表にね、これもまた2アウトからピッチャーね今度から大西に代わって、また紅林がライト前ヒットいって、伏見が甘いところね左中間フルスイングで抜けていって、このね紅林がホームに帰ってきて5対2、これで完璧に勝ったなって思ったよね。でその中でここまででちょっと言い忘れたところがあって、まあヤクルトとしてはその前のこの6回裏ね、2アウトから村上が3塁打必死で走ってね、あの東京ドームで3塁打すごいよ、必死出してランナー3塁になってサンタナフォアボール気味で出て、でここで山崎達也から吉田亮に交代、ここでなった時にもう吉田亮はサンタナ打点でもスライダーなのよ、で最後ねあの中村がスライダー
ポーンとね、打ち上げてライトフライでアウトになるんだけど、まあそこは思い切ってスライダーね狙ってほしかった、まあ、ひょっとしたら狙ってたかもしれないよ。でもあれね、捉えれたかなっていうところね、まあでも吉田亮ここねしっかり踏ん張った、それがね、まあ、7回表の、勝ち越しにつながって8回ねこの伏見のタイムリーでもういいところで全員が打って、オリックスとしては完璧に勝ちムード、ああこれもう3点差ついたと、これはもう完璧にもうオリックスだなって思った矢先よ。でここで、まあ、8回裏でね、まあ、勝利の方程式としてオリックスはねヒギンスが出てくるのよね、富山に代わって、ね、このね7回裏も富山がね、まあ、西浦にヒット打たれるけども内川をねダブルプレーといいピッチングでつないでよ頑張ってね、ここで来るのよヒギンスが。ヒギンスはもうね皆さん分かるようにストライク取れるかどうかが勝負っていうところで、先頭塩見フォアボール、続いて青木がフォアボール、これ危ないぞというところで山田にも3ボール1ストライクと最後チェンジアップ取りに行ったところをね、プロスピエースの確定ホームランばりに山田哲人が振り抜いて打った瞬間ホームラン、鳥肌立ったねあのスリーラン。だからまあ俺はねこれ結果論じゃなくて、YouTube の配信でも言ったんだけども、青木をフォアボール出した時点でピッチャー変えてほしかったね正直。もうちょっとストライク入らないのは一番ちょっと信用できないし、ここで山田村上ってくるから一発打たれたら同点、まだ3点ある、ここでリリーフね比嘉とかね山田哲人合ってないからね、でも俺は良かったんちゃうかな思い切ってみたいなね、まあこれ結果論になるけどね、でも俺は結果論になるけど放送の時にタイムリーで言ってたからね、もう俺がキャッチャーだったらもうベンチに変えてくださいって絶対言うって言ってね、でまあ、そこで山田に打たれて村上にも初球打った瞬間行ったと思った正直ね、まあ、でもそれがフェンス際で落ちてきて、でサンタナからピッチャー山岡、あ山岡上げたってのは知ってたし、あそこまでちゃんと投げれるんだったらもう最初からあの山田哲人から山岡でもよかったんちゃうかって思ったんだよね。だからもう明日からのね展開で言うと8回ひょっとしたら山岡が投げてくるかもわかんないねっていうような感じで、まあこのヒギンスもね、まあ、その次の9回表にねジョーンズがね打った瞬間ね、あの決勝打のホームラン助けられたね。でもあのジョーンズ打つと思わなかったけど打った瞬間うわーって思ってね、まあこれでまあ 6対5でね、まあオリックスが勝ったんだけども、ちょっとねやっぱりこの日本シリーズ全体的にリリーフがねちょっとバタつくかなっていうね、お互いある先発投手陣はね両チームともにここまでね第5戦終わって非常にいいピッチングをしてますけども、このリリーフがねヤクルトもいい感じのこういけないしね、まあここら辺がねまあ今日の試合ね、まあヤクルトファンにとったらねもう最悪な試合になったかもわかんないですけども、客観的に見るとね今日の試合本当にね今年の中のトップ3に入るぐらいの本当にねあの素晴らしい、まあ面白いね、逆転再逆転また逆転みたいなね試合で面白かったかなと、思います。あと最後言い忘れた9回裏ね、平野が出てきてストライク取れるどうかだけが勝負っていうところでね、またここで先頭フォアボールで出すわけよ、これやばいぞどうなるやと、フォアボールから失点あるぞオリックスっていうところでね代打、ここで俺島が出てきてバントあるかなと思ったんだよね、でもまあねここでもう川端使わないと使うとこないからっていうところでね川端が出てきてね打った瞬間フォークボールちょっと高めに抜けたやつね打った瞬間うわーってね正直サヨナラツーランかと思ったけど、ちょっとバットの先だったね、角度良かったけどねフェンス手前で落ちてきてアウト。でそして塩見ね、最後低めのストレート一つ言えばよ、伏見のキャッチングはめちゃくちゃうまかった、チッチッってねめちゃくちゃうまかった、オスナがこうやってしてる気持ちもわかるね、でもよっから見た時に膝いってるなっていうところもあるねえ、どっちやっていうねところで、まあここはねストライクって言ってねオリックスに軍配上がったけど、あれがもしボールだったらひょっとしたらヤクルトにグワーっていってるかもしれないし、でも一つだけ伏見のキャッチングがめっちゃうまかった、あれはねこうやってする気持ちも分かると、難しいねそこら辺の判断はね、俺は何とも言いようがない、一つだけ言える伏見のキャッチング良かった、何回言うねんっていうね話だけども、で最後ね青木がフォークボールで内野ゴロで
終わっていってるね形だったけども、ちょ最後までねどうにかなるか分からなかったんでね、そういったところでヒヤヒヤものだっただけども、最後のね一球っていうところでね、まあ、大きくねオリックスの勝ちに流れたし、それをね伏見が演出したっていうところでは、まあ、キャッチャーもそういうところが大事なんでね、なんとか踏ん張ったなってね、もうほんと先頭フォアボールと川端が打った時にはどうなるかって思ったけどね、まあそういったところではまあね今日はね、しっかり最後はね平野が打ち取って、まあ、ゲームセットっていう形になったね。まあでもねこれで、ヤクルトの3勝2敗、まあまだね、リーチがかかってますけども、今度6戦ねホットモットに帰って、まあ、山本奥川投げてくるでしょうけども、まあこっからのやっぱポイントとしては、やはりこのリリーフのお互いの両チームのピッチャー見てると、そのやっぱり山本と奥川がどこまで長いイニングをいいピッチングしながら投げれるかが勝負だね。最低でも7回はマストで投げていかないと、ちょっと後ろもっていうところもあるんでね、まあ明日1日空いて、まあそこどうかリフレッシュして調子を持っていくっていうのもあるけども、まあ山本奥川、まあ奥川中6日で投げてないけど、まあ俺は高橋奎二持ってくるよりも、もう奥川高橋奎二で勝負した方がいいと思うんだよね。でヤクルトはまだ最悪あと1回負けても最後まだあるからね、そういった意味ではまあ行ってもそれでいいかなっていうところと、やっぱり長いイニングを投げるのがちょっとマストの条件に、ちょっとこの日本シリーズここまで見てたらなってくるかなと。打線においてはね、もうあの両外国人選手も打ったし、でまあクリーンアップも打ってきたし、全体的にちょっとこうね上がってきてるんで、もうこうなってきたらね、もうこの勢いを明日休みに置いて、もう土曜日にお互い打線ももっとね最初から持っていけるかどうかっていう勝負だけど、もうここまで来たらね予想つけようがない。でも次のね第6戦は両先発がどれだけ長いイニングをしっかりしたピッチングで投げれるか、しかも DH がねできて打席に立たなくてもいいんで、そういうねこの背景っていうのはやりやすくなったと思うんでね、そういったところでまあどういう展開になってくるんでしょうか。まあ今日はね、まあまあまたミスっていうところでね、ヤクルトはちょっとミスっていうところでね失点してるんで、もうちょっとそこら辺ね無理なことはできないけど、もうそういう丁寧なところをねしっかりやって、ミスを許さない、ね、ミスしない、ヤクルトのもう今度のテーマはミスしない、これが一番大事。オリックスはもう無駄にフォアボール出さない、これから失点、お互いねこのミスから失点、フォアボールから失点っていうのがなってきてるからね、そういった意味ではしっかりとしたね試合展開期待したいですね。ということで第6戦ホットモット神戸も日本シリーズ要チェック。